つまんで。はい、参りました。というわけで、間延び放送局です。特別インタビュー。平野智也さんです。あの元上司。はい。平野智也です。お願いします。で、間延び放送局をお休みして何をやってるかというと、なんと坂本龍一さんのトリオツアーの中継に。12月1日から12月21日までの3週間、はい、これタダで見られる。そう、全部で10公演あって全部タダで見れる。で、そのタダは真野くんの労働でボランティアで支えられている。いや、まあそこをなんかあのおひねりという機能もありますので、おひねりするといろいろ特典が、その動画があの録画が後で見られたり。そうそう、坂本龍一トリオツアー2012ジャパンのコーリアですけれども、そこで画面の下におひねりができるところがあるんですね。でそこで300円から、まあ、上は1万円まで好きな金額を選んでポチッとおひねりができるということになります。でおひねりすると、特典映像をもらえたりとか、その日のアーカイブ映像が見れたりとか、あとは、特別に作るメルマガでいろんな裏情報が来たりとかっていうそんなのがあるので、そしてそういうおひねりがたくさん来ると間野くんのギャラも少し出るかもしれないので、ぜひお願いします。ぜひ皆さん坂本龍一、これあのコンプリートしたいところですよね。そうそう、コンプリートするとだから300円でも全部で3000円たった。1万円でやると、10万円無理しない、お金がある。あ、そうですね、皆さんの財布事情にあるまあいいですわ。じゃあ、まあ、まあ、まあ、皆さんちょっとあの1ヶ月ばかり今の子をお返しますが、その間はちょっとお休み、どっかでやるんですか。まあ、ちょっと流したりします。撮ったりとかしない。あ、ちゃんと彫刻セット持ってます。マジで、はい、あ、じゃあそれさ、21日間撮ったりとかして、トリオにちなんだ何かみたいな。そうそう、始まる前に映ってあれ木の塊から、そういいよいいよいいでしょ。すごい、それはなんかコラボレーション企画みたいになって、なんか政治的なものじゃない。はい、本気にします。はい、というか、はい、ありがとうございます。ほら、はい、はい、いいですか。はい、はい、結構回ったよ。